皆さんこんにちは。神田の整理収納院名古屋の小川奈々です。今日は梅干しの定位置を見直します。そのお片付けのプロセスをお届けしたいと思います。我が家は毎年梅干しを夫が漬けてくれているんですが、去年の梅干しと今年の梅干しが両方樽の中に入った状態です。ダイニングテーブルの天板下に、ずっと梅干しがあったんですけれども、梅干しを漬けて3ヶ月、そろそろね、この仮の定位置からきちんとした収納場所を考えなきゃいけないなということで、今日取り組むことにしました。2階の空いている旧子供部屋が一番収納場所としては手っ取り早いんですけれども、誰も使っていない空間なので、エアコンをねずっと止めているので、残暑厳しい9月の中旬すごくね部屋が暑くなってしまうんですよ。それでどうやったらね1階に収納できるかなって、ずっと考えてたんですが、今朝ひらめいたんです。それは押し入れの中に使っていないミーレの掃除機があるということに気がつきました。この半年間ぐらい、いやこの1年ぐらい、裁縫やり始めて YouTube にも力を入れていたあの時期にですね、ミーレの掃除機はほぼ使わなくなって、ハンディタイプの充電タイプのマキタの掃除機、こちらを気がついたらものすごく使うようになっていて、ミーレの掃除機は2軍になってしまっていました。ですから思い切って使用頻度の低い掃除機を2階の旧子供部屋に上げてしまい、温度管理が必要な梅干し、日常よく食べる梅干し、こちらを空調が効きやすい1階部分に収納しようかなっていうふうに、今日ようやく自分の中で型がつきました。今まで押し入れの中って自宅セミナーに来てくださった方にしか公開していなかったんですが、梅干しの定位置を作るという流れで、勇気を出して小川家の押し入れも公開していこうと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、こちらが小川家の寝室兼リビングという、テレビがあり、お布団敷いて寝ている6畳の寝室になります。6畳4平の田の字型作りの和室に暮らしています。12畳が南側がリビング、そしてリビングからねすぐ来たところがこちらの6畳の畳の和室になっています。でこの梅干しをですね、押し入れのここに収納しようと思い、今日はそのプロセスをねご紹介するわけなんですけれども、簡単に押し入れの収納何が入っているかっていうところを説明すると、左側部分、ここの部分がですね、夫の一応コーナーという感じで、DIY 関係とか、あと紙ゴミのゴミ箱が入ってたり、アイロン台が入ってたりとかします。で今日お見せするのはここの空間ですね、そしてこちら側は下段部分がお布団、上の部分が私のお仕事道具、そしてこちら側はちょっとキッチンに入りきらないようなもの、以前はスーツケースとか入れてたんですが、使用頻度が低いので少し2階の方に持っていって、下段部分がお布団、そして中段部分が生活雑貨、パントリー兼という形になっています。で今日ご紹介したいのはこちらの押し入れ部分なんですけれども、開けますね。勇気いるな。やっぱね、収納を見せるってね、体の中の内臓を見せるぐらいやっぱりね勇気いるんですよ。恥ずかしいというかね。でもお見せします。これ見せないとね、梅干しの行き先が分かんないと思うんでね。じゃ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 ーん。はい、こんな感じになっています。ルミナスラックが大好きなんで、ルミナスラックをこうシステマチックに組み込んでいます。何年前だったかな、2018年かな、リビングを畳からフローリングにリフォームしたことがあるんですよね。でここの押し入れ、西壁面のところがすっごく寒くて、大工さんたちに断熱を入れてもらいました。そのタイミングで中に電気が欲しいってこともオーダーして、電気を這わせてもらい、これ実はルミナスラックの電気がこうつくようになってるんです。かなり明るくないですか。これないとね、かなり暗い。多分動画で撮っててもそんなに映ってないんじゃないのかな。これ電気つけることで夜の暗い時、こっち側の電気消したとしても結構ね中身がね見えるようになったので、これ私すごいリフォームで気に入ってるポイントです。電気つけたままにしときますね。今日やっていきたいのは下段部分です。天袋に上がれるように、こういった脚立とかすぐ掃除ができるようにマキタの掃除機、そして使用頻度の低いミーレの掃除機、
この子を撤去しようかなと思っているわけです。座椅子が邪魔ですね。よいしょよいしょ。キャタツ出して掃除機出してね。マキタの掃除機、これ充電タイプですけれども、まあ後でちょっとクローズの動画撮っときますけど、ここで充電できちゃうんですよ。これが私すごい気に入っててね、便利でしょ。ドイツのミーレの掃除機ちゃん、この子が使用頻度が低くなってきました。しかも結構場所取る、高さを取る。これ2階に持っていきます。寸胴鍋結構大きい。去年漬けた梅干しちゃんね、これから食べていきたいのでこれは手前に置きます。うわ大きい、これ去年漬けた梅干し大きいです。うちこんな大きな保存容器ないので姑に借りました。タッパーウェアです。大きい、重たい。今年作った梅干しにブラザーピーターチキューブ PTP910BT でラベルを作っていきます。Bluetooth で接続するとテープの自動検出という機能が働きます。ラベルをしょっちゅう入れ替えたりとかするので、この自動検出機能がとても便利です。今回は4枚のシールを印刷しました。剥離紙は上下に分かれています。まず上の部分だけ貼って、下の剥離紙を剥がすととってもね、綺麗につけやすいです。はい、今梅干しにラベリングが終わったので詰めていきます。結構大きいです。いい感じ、いい感じ。収納のポイントなんですけれども、背丈の高いものが来ることって割とあるんですよね。下段部分をなるべく高さを高く取っておくっていうの結構ポイントかもしれないです。ワイヤーバーで補強を入れています。まあ多分この空間だけでも説明するとおそらく15分ぐらいかかると思うので、また機会があれば別動画撮りますね。今日はひとまず梅干しの話ということでね。はい、じゃあ戻していきます。今年食べる梅干しが大事なので、よいしょ、この23年の梅干しを手前に置きます。はい、そして23年の梅干しを上に置きます。それから使用頻度の低い寸胴鍋、この子を置きます。こんな感じですね。いい感じ、いい感じ。そして使用頻度のめちゃくちゃ高いマキタの掃除機を戻し、天袋に必要な脚立を戻します。できた、完成です。
はい、今日はそんな感じで梅干しの収納の見直し、定置の見直しをやってみましたが、いかがでしたでしょうか。これで毎朝神棚にお参りする時にも背後がすっきりしましたし、リビング側に大きな空間が広がりました。24年の梅干しはまだまだ出番がないので、押し入れの奥の方で待機しといてもらおうと思います。今日のポイントです。使っていない使用頻度の低い2軍のものがないかどうかを探す。2軍のものがあれば生活圏内から少し距離を遠ざける。そして空いた空間に最も使いたいものを収納する。特に我が家の場合は温度が問題でしたよね。空調がきちんと効いている1階部分に食材を収納できた、梅干しを収納できた、大満足です。整理収納、お片付け、やってみると意外に簡単にできたりします。今日の動画でそれが伝わったんじゃないかなと思っています。案ずるより有無が易し、とにかく行動してみましょう。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。このチャンネルでは日々の整理収納のコツ、私の気づきや発見をお伝えしています。よかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。